骨折部の骨融合プロセスが完全に停止したものを言う。骨折の重篤な後遺症の一つである。骨折部の不安定、血行不良、骨融合の始めに形成される血腫の流出、糖尿病などの疾患などにより発生する。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められ、また異常可動性が認められる。偽関節に対して、 骨融合プロセスが遅れてはいるが停止していない状態を千円治癒と呼ぶ。一般的に受傷後6ヶ月経過しても異常可動性が明らかな場合は偽関節とみなされ下下手術の代償となることが多い。骨融合のプロセスは概ね以下の通りである。骨折部に血液やリンパ液が出て骨片と骨片の間に血腫と負腫が作られる。 ここに炎症反応が生じ、肉芽組織が作られる。申請された血管が肉芽組織に入り込み、繊維組織や軟骨組織、未熟な骨組織が作られる。石灰塩の沈着が進み、成熟した骨組織に変わっていく。下骨の吸収や転化が進み、日常生活に適した形態に戻っていく。したがって、 はじめに形成される血腫が流出すると骨融合が進行しない。また、骨折部に圧迫力以外の力が加わると骨融合の妨げとなる。局所的な原因としては他に骨片の欠損や血行不良が挙げられる。全身性疾患は骨融合に不利な要因であり、内分泌障害特に糖尿病は偽関節の原因となり得る。 また、栄養障害も、同様に偽関節の原因となることがあるため、注意が必要である。重篤な後遺症には他に素血性骨摂氏や、フォルクマン拘縮などが挙げられる。本来、関節のようには動かない箇所が、関節のように動くこと。ありがとうございます。